はい、えー、今回ですね、ツインギャングを見た感想になります。ツインギャング。これですね、アマゾンプライム入ってますか、まあ、この YouTube の下にアマゾンプライムリンク入れとくんで、そうまあ、プライム会員ね、なると見れますから。あツインギャング。<laughs> ツインギャングってやつはね、僕まあ、そのヤクザ系とか、そのなんかそういうのも好きなんですよ。で、その関連に出てくるんですよね。で、なんかツインギャングみたいな。 あさあ南の堤防ななんだっかな炎と氷の関連に出てきたのかなそう、まあ、この前炎と氷見たんですけど、まあ、それの多分関連に出てきたのかなそうなんだこれみたいなで見てみたんですよでも作りはねちょっしょぼかったんですけどそう話の内容もまあちょっとやんちゃ感あるなっていうで1 2 3 4四まであるんですよ4話まであるんですようん であのなんかね僕思ったんですけどそのなんか作り込まれてるやつってあるじゃないですかまあ、今の映画とか普通のハリウッドの映画とか作り込まれてるじゃないですか何かね逆にその作り込まれてない感なんかその素人とプロのこのまあじゃあ素人が作った動画とハリウッドの映画とこの狭間みたいな真ん中みたいななんかその ちょっとなんか素人感も出てるけどもまあ構成も、うん、なんかこのこれの曖昧さがまたいいなっていう味があって味があるって感じですね味があるっていうなんかその役者さんも、まあ、ち,ゃんなんちゃんとんかちゃんと喋れる役者さんもいればなんか棒読みの役者さんもいてその棒読みの役者さんもまた味があるっていうなんか棒読みだから味があるって分かりますこれ分かんねえかななんかね それ結構ねなんかつぼつぼりましたねなん,かそのなんかねできすぎてるやつなんかすごい演技がうまいとかあるじゃないですかそれも確かにいいかもしれないですけどなんかその演技が逆に下手っていう素人感が出てるっていうやつも逆にそれもまたものの見方によってはこの味があるなんかそのものの見方じゃないですか結局何だ下手くそだなって思うのかあなんか可愛いなみたいなあなんか頑張ってるなみたいな。 っていう見方もできるんですよ。で、こっちの見方で見ると面白いんですよ。ただ、作品としてなんかその見ると、なんかもうしょぼい感は出てます。しょぼい感は出てますよ。だからこの違う目線で見るとおもろいってことです。で、その違う目線で僕見て,見て面白いなと思っちゃいましたね。あこれ面白いなみたいな。<laughs> なんかそ、え、そのストーリーさ早くねみたいな。いや、すめっちゃ早いなみたいな。<laughs> だから、なんかね、最初、ワンで、その、 拾われるんですよ。拾われ、ヤクザに拾われるんですけど、で、そのひ拾った人を2でいきなり殺すの、2だったかな、もうなんかすぐ殺すんですよ。<laughs> 早いな、展開、みたいな。なんかその <laughs>、味方だった人が敵になるみたいな。で、殺すみたいな。ええー、みたいな。で、なんか、まあいいや。<laughs> 2だったかな、ツーで、うん、2で殺すんだよな、多分。 そう2で殺すですねそう2で殺す、うん、3がこの人が出てくるから、うん、結構ね展開がね早すぎてマジかみたいなじゃ <laughs> 物語早くないみたいな感じですねまあそんな感じでちょっと違う視点で見るとめっちゃ面白いです違う視点でで4まで出ていてもう5見たいなと思っちゃいましたから5見てえなみたいな ツインギャング <laughs>。ツインギャング、ちょっとブ見たいな、みたいな <laughs>。なんかね、うん、そう、面白いですね。その違う見方で見てほしいんですけど。はい、ツインギャング <laughs>。<laughs> まあ、この YouTube の下にプレプ、プライムか。あの30人しか無料試しですから。はい、で、見れるます。プライムビデオで。ツインギャングで、はい。ということで、ツインギャングの感想でした。ありがとうござっす。